セニ軍の都市及び基礎自治体で北アドリア海沿岸の都市では最も歴史が古い町である。カトリック教会のリエカ大司教管区下ゴスピクセニ教区に含まれる。セニで最も有名な記念物はセニネハイ要塞である。現在ではアドリア沿岸の観光地となっている。セニはクロアチアのアドリア海沿岸では最大の都市圏を構成するリエカから ザダルの間に位置する。都市圏は、セニも含まれ、沿岸に沿って 76km に達し、カペラ山脈とベレビト山脈などの山地とアドリア海の間に構成されている。セニは、アドリア海東部に位置し、地中海の国々や都市とつながりがある。道路は、沿岸部の各地と通じておりビノドル峡谷や北側の、リエカ。 南側のザダルやスプリト、ダルマチアのほか、標高700メートルのブラトニック峠を越えた山側などとも連絡している。山越えの道は、ローマ時代にはすでに、ヨゼフィナと呼ばれる街道の最初の区間は、潮の運搬に使われていたほか、中世には、物資の輸送にとって重要であった。欠片の気候区分では、CSB に含まれる、 穏やかな地中海性気候で夏は爽やかで乾燥している。しかしながら地理的な影響から特に冬はアドリア海沿岸の他の地域同様に北東の強い風であるボーラが吹きつける時がある。セニではすでに戦死時代より人が住み始めていたとされる。今日のセニはアッティエニティエと呼ばれる集落で 紀元前4世紀に遡るギリシャの文書に言及されている。古代ローマはセニをイリュリア人と戦うために要塞として紀元前2世紀頃から利用し俗州ダルマチアの町として繁栄した。アバールや現在のクロアチア人の祖先となるスラブ人がやってくるのは7世紀のことである。セニにカトリックの教区が設立されたのは1169年の ことである。ハンガリー王ベーラ3世がテンプル騎士団にセニを与えたのは1184年のことで、1271年にはフランコパンケのクルク伯爵の所有となった。1248年にセニの司教に対しローマ教皇院のケンティウス4世はグラゴル文字の使用とクロアチア語による典礼を許した。グラゴル文字による 活版印刷による印刷は1494年から行われ、インキュナブラであるグラゴリックミッサルやスポビドープチェナなどが作られた。1469年にセニではオスマン帝国とベネツィア共和国侵入から守るために軍事司令官が任命され、町は占領された近隣地域の多くの難民の避難場所となった。レハイ王彩が 町のそばの二年配の丘2558年完成した。今日、丘は町の境界となっている。オスマン帝国との戦争は17世紀に入っても続いた。当時は、セニには、ネハイ要塞に住む部族スコッチがいた。彼らは小規模な部隊で素早く船をこぎゲリラ戦では効果的であったため、オスマンとの戦いでは重要であった。18世紀。 ヨーゼフ2世にちなんで名付けられたカイドウヨゼフィナが、セニを経由しアドリア海沿岸とカルロバツを結んで、作られ繁栄がもたらされた。19世紀も後半になり1873年になると、現在のリエカであるフィーメとカルロバツの間に、鉄道が敷設されたが、セニを経由せずさらなる開発は妨げられた。アラン、ビリヤビン、ブーニカ、クルニカル、ジャブラーナック、 クラーダ、クラズノー、クリービプット、ロイコボ、メルニース、マルツォルドル、ピジョビカ、ポッドビロ、プリズナ、セン、シンジャスカドラガ、ステリグラッド、スチニカ、ストラック、スベタレーナ、スベティユーライ、ベリケ・ブリズニス、ビールジャン・プライマスキー、ボラリス、バータルサ、バートニック・アイブルザシ2001年の国勢調査による人口は、 基礎自治体全体で人口は8132人である。ありがとうございます。